く晴れた天気になりました。 QVC マリンフィールドからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、エースが先発する試合というのは野手のモチベーションも変わってくるんじゃないですか。いや当然ですね、とにかく負けられない、そういう試合ですよね。そうですよね、非常にファンとしても緊張感を感じます。まずはマリーンズのエース成瀬が QVC マリンフィールドのマウンドに上がります。今日は相手打線どのように抑え込んでいくんでしょうか。1回の表ライオンズの攻撃、バッターは栗山。小宮山さん、様々なタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか。ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど、ではこの1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。この球は外れています。ファールボール。打ちました。鈴木が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている大崎。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー成瀬、そしてキャッチャーは里崎。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。ファウルになります。打ちました。しかしショートライナー。打席には3番バッター浅村。ツーアウトになっています。切りました。ファールボールです。低め、落ちるボール決まりました。あっという間にツーストライクです。アウトコース外れました。インコース弾き返した。ショートうまくさばいて一塁アウト。スリーアウトです。この回ライオンズ三者凡退です。1回の裏、これからマリーンズの攻撃が始まります。マリーンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますライオンズはご覧のような守備陣です。ライオンズマウンドに上がるのは先発の牧田。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。荻野が入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。
初球空振りです。アウトコース外れます。でしょうか。見送ります。ワンボールツーストライクと追い込みました。振っていきましたが三振、ワンアウトです。バッターは2番に入っている根本。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。引っ張った、これはどうか、ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには3番井口。ツーアウトになっています。初球ストライク、外れました。ボールです。インコース打ちました。いい当たり、打球はセンターへ。センターライナー掴んで3アウトチェンジです。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。2回になります。ライオンズの攻撃、バッターボックス中村。さてマリーンズの先発は成瀬。初球大きく外れています。鋭くついてきました。ワンボールツーストライク。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターは DH 坂田。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストライク、二球目打ちました。取ってツーアウトです。打席には6番バッターランサム。ツーアウトになっています。
初球は際どいところに来ました。ストライクです。アウトコース見送ってストライクです。ノーボールツーストライクです。ツーアウトランナー一塁、バッターは7番に入っている秋山。ヒットでランナーを一塁に置いています。際どいコースに送ってストライク。チェンジアップ外れました。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。わずかに右に切れました。ファールボール。これはどう、ファーストの左抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ツーベースヒット、マリーンズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁二塁、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは住谷。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。小宮山さん、ここは粘りの投球を見せてほしいですよね。そうですね、ここをいかに抑えるかですよね。なるほど、さあエースの気迫を見せてほしい。入りました。ノーボールツーストライク。空振りで三振を取ります。スリーアウトチェンジ、ご覧いただきましょう。空振り三振を奪いました。先制のチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを潰しました。0対0同点です。2回の裏になります。さあマリーンズ、この回は4番から始まります。バッターは今江。マリーンズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。ええー、そうですよね。陣下外れました。インロー見極めています。高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。二塁へツーベースヒット、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。迎えるバッターは5番角中。ヒットでランナーを2塁に置いています。サーニスさん、序盤で先制、引っ張った、弾き返した打球はセカンドランナースタートを切る。ワンアウトランナー3塁となりました。そして迎えるバッターは DH ブラゼル。
先制のチャンスを迎えていますマリーンズ。小宮山さん、ここは1点欲しい場面ですね。そうですね、ここは点を確実に取っていきたいですよね。切れました、ファウルボール。空振り三振、チャンスに打てず三振です。逃げていく変化球を捉えることはできませんでした。チャンスの場面だったんですが、最後は空振り三振に倒れました。打順は下位打線に入っていきます。バッターは鈴木。ツーアウトランナー三塁です。さあ西さん、ツーアウトながらこのチャンス、ここは決めたいですよね。まあ逆にね、力まないでほしいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。低めの変化球です。打ちました、浅村。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。リプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを潰しました。2回終わって0対0同点です。3回の表、ライオンズの攻撃。バッターは9番に入っている鬼崎。小宮山さん、まだ序盤ではありますが、両投手好調のようですね。まあ、そうですね、ボールも走っているように見えますし、非常にコントロールもいいですからね。ひょっとしたらこの後投手戦が続くかもしれません。ライダー外れます。高めギリギリです。ワンボールツーストライクです。空振りを取ります。ワンアウトです。打順はトップに帰って栗山。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インコース詰まりました。鈴木が掴んでツーアウト。バッターボックス大崎。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ツーアウトになっています。初球大きく外れています。高めに決まりました。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク。三振、スリーアウトチェンジ。この回ライオンズ三者凡退です。0対0同点です。
それから3回の裏マリーンズの攻撃、8番バッターはキャッチャー里崎。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。インコースへのシュート決まりません。打ち回り破って打ったバッターは一塁蹴って二塁に鮮やかなツーベース、セーフランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは岡田。ヒットでランナーを二塁に置いています。さあ西さん、ここでバントしました。取りました。一塁送球します。アウト、ワンアウト、送りバント成功。ワンアウトランナー三塁です。先制のチャンスを迎えていますマリーンズ。空振り。シンカー外れました。切りました。ファウルボールです。これで平行カウント。バッター、打球はライン際へ。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。マリーンズ1点を先制しました。1対0、マリーンズ試合の主導権を握ります。今のバッティングご覧いただきましょう。この犠牲フライでサードランナーが帰ってきました。打順は2番根本。マリーンズ犠牲フライで先制しています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。はい、理想的な形ですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。打ちました。取りました。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回マリーンズ犠牲フライで先手を取りました。3回終わって1対0、マリーンズ先制です。回は4回の表に入っています。ライオンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。浅村が入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。小宮山さん、さすがエース、立ち上がりしっかりと0点で抑えてきましたね。そうですね、もう本当にエースらしい投球と言っていいと思いますね。このままこの投球が続くんでしょうか。ライト方向を流しました。これはどうだ、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく流されてしまいました。
バッターは4番中村。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコースボール。ボールになります。ボール先行です。見送りました。ストライクです。打ちました。あっと強い当たり取れない。マリーンズピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。さあここで迎えるバッターは DH 坂田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ピンチを迎えていますマリーンズ。小宮山さん、このリードは絶対に守らなくてはいけませんね。打たれると完全に流れが変わりますからね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。引っ掛けさせようかというボール。低めストライクになります。ライト前ヒット。マリーンズさらにピンチになりました。ここはうまく引っ張られてしまいました。迎えるバッターは6番ランサム。先ほどの打席でヒットを放っています。変化球を見極めます。ストライクになります。外れました。インサイド打った。サードが抑えた。本塁アウト。一塁送球はどうか。アウト。ダブルプレイ。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。打順は下位打線に入っていきます。バッターは秋山。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ライオンズこの回は3本のヒット。しかし得点には結びついていません。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。ここで打たれると逆転もありますからね。大きな場面ですよね。そうですね。さあここはエースの意地を見せてほしい。外の球打った。セカンドの右取った。一塁アウト。これで3アウト。先ほどのプレーです。逆転のチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを潰しました。1対0、マリーンズが1点差を守っています。マリーンズ4回裏の攻撃になります。バッターは井口。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。マリーンズ
1点リードで迎える4回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけておきたいですね。高め打ちました。入れました。ファールボール。アウトコースは外れます。できました。見逃し三振、ワンアウトです。打席には5番バッター今江、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストライクを取りました。わずかに入りません。内へ食い込む変化球、ストライクです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはどうか。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。バッターボックス角中、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、ストライクになります。打ちました。ファーストの横抜けました。マリーンズチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁、ここはうまく引っ張っていきました。バッターは今日 DH に入っているブラゼル。ヒットでランナー二塁一塁。日産、得点圏にランナーを置いての打席となります。まあこういう場面でね、確実に点を取っておきたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。セカンド正面、掴んだ。二塁フォースアウト、ダブルプレイ、チェンジです。ランナー出ましたが、マリーンズ得点はありませんでした。4回終わって1対0、1点リードはマリーンズです。また裏面のスクラッチくじを削って当たりが出たお客様には福袋をプレゼントいたします。どうぞお楽しみに。5回の表、追いかけるライオンズの攻撃。打順は8番住谷。小宮山さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか？そうですね、非常にいいリズムで、投げれてるというふうに思いますね。このままこの投球が続くんでしょうか。
ライダー決まっています。あっという間に2ストライクです。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ご覧いただいています、ここはうまく打ち返されてしまいました。9番バッター鬼崎。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはマリーンズが送ります。ファーストが取る、一塁送球アウト、ワンアウトです。さあ1番に戻ってきました、バッター栗山。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ピンチを迎えていますマリーンズ。これはどうか、スタンドに入ります。ふわふわっと上がった、これはファウルグラウンド、キャッチャーがファウルグラウンドで抑えてアウト。2アウトランナー2塁となりました。続くバッターは大崎。2アウトになっています。小宮山さん、このリードはどうしても守らなくてはいけませんよね。まあ、ワンヒットで同点というのもありますからね。そうですね。さあ注目しましょう。抜けた、セカンドランナー帰れば同点、ライト前ヒット、これが今日の初ヒット。これで一塁三塁とされています。ここからベンチはどう動いてくるでしょうか。打順は3番浅村。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。2アウトながらランナー3塁1塁。いいボールでしたね。チェンジアップには反応しません。ボールです。セカンド正面、抑えた、一塁アウト、これでスリーアウト。リプレイでご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを潰しました。1対0、マリーンズが1点差を守っています。これから5回の裏、7番から始まるマリーンズの攻撃、鈴木が入ります。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、セカンドゴロに倒れています。小宮山さん、ゲーム中盤を迎えていますが、非常に緊張感のある展開続いてますね。そうですね、もう本当にリードしている展開ですから、まあ慎重にですね。そうですよね。変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。引っ張った、アウト、いいプレーが出ました。ファインプレー。西さん、今のプレーいかがですか。いや、あれだけの技を見せられたらね、バッターも脱帽ですよ。バッターボックスは8番里崎。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。まずは先頭バッターを打ち取っています。初
球わずかに外れてボール。ボールになります。ボール先行です。変化球タイミング合いません。これは手が出ないか。ツーボールツーストライクです。際どいコースには投げ込んでいます。スリーボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。ツーアウトになっています。バッターボックスは9番岡田。ツーアウトランナーありません。インサイド決まっています。外れてボール。バントしました。牧田一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。5回終わって1対0マリーンズが1点をリードしています。ここまでのハイライトです。2回の表得点圏にランナーを置いて最後はやはりこのボール三振に切って取ります。先制とはなりません。その裏このチャンスの場面最後は外逃げるボール空振り三振。先制のチャンスを逃します。チャンスの場面しかし内野ゴロに打ち取られます。先制とはなりません。3回の裏先制のチャンス1番荻野。マリーンズ先制します。4回の表得点圏にランナーを置いて打ち返すも内野ゴロ逆転とはなりません。5回の表このチャンスの場面しかしここは内野ゴロ同点とはなりません。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。QVC マリンフィールドからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるライオンズの攻撃。打順は4番中村。先ほどの打席でヒットを放っています。初球空振りです。引っ張った伸びていくどうだ入れば同点。ボールになります。
めの変化球は決まりません。ライト方向を流しました。打球はライトへ。ライトが取りました。バッターは5番坂田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。インコース打ちました。いい当たり。セカンドの右抜ける。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。ここは待ち構えていたかのようにうまく打ち返されてしまいました。打席には6番バッターランサム。先ほどの打席は逆転のチャンスだったんですがサードゴロ、併殺打に終わりました。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球見送っています。の左抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。鮮やかなツーベース。これでマルチヒット。ワンアウト三塁二塁です。ここはいいバッティングをされました。ツーベースヒットでランナー二塁三塁となっています。打順は下位打線に入っていきます。バッターは秋山。先ほどの打席は逆転のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。ピンチを迎えていますマリーンズ。ここは外野フライも避けたい。初球スタンド一直線入った。秋山逆転スリーランホームラン。マリーンズここで試合をひっくり返す一発を浴びてしまいました。マリーンズ逆転を許します。3対1。こういう場面で高めっていうのは、まあ、投げてはいけないボールなんですけどね、はい、打たれてはいけない相手に打たれてしまいました。この回2点ビハインドに変わります。1番バッター住谷。先ほどの打席でヒットを放っています。マリーンズこの回リードを奪われました。小宮山さん今日は調子が出ませんね。まあ、決していいピッチングとは言えないですけどね。ああなるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。インコースボール。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。ライダーが決まります。2ボール2ストライクです。変化球空振り。バッターボックス鬼崎。2アウトランナーありません。空振り。
高めに持ってきました。ノーボール2ストライク。高めに外れます。よく取った。アウト。ファインプレー。しかしこの回西武ライオンズ貴重な得点でリードしました。3-1、ライオンズが逆転しました。配球表をご覧いただいています。今日は非常にストライクが多くなっています。コントロールがいいようです。6回の裏、マリーンズ打順よく1番から始まります。バッターは荻野。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。マリーンズビハインドで迎える6回の攻撃です。打ちました。レフトに大きな打球、伸びていく。どうだどうだ。目の覚めるようなツーベース。これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー2塁です。さあチャンスをつかもうかという場面。ここでマリーンズ代打を送ります。バッターボックスには代打の GG 佐藤。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。この期待に応えたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。狙ってましたね。お見事です。はい、見事な一発が飛び出しました。取られてもすぐに取り返します。打順は3番井口。マリーンズホームランで得点を挙げています。初球は際どいところに行きました。ストライクです。膝元への変化球、ボールです。ライダー外れます。引っ張った。ランサム。アウト。ワンアウト。バッターボックスは4番今江。今日はここまでマルチ安打を記録しています。ワンアウトランナーありません。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。
高め外れました。引っ張った。しかしサードライナー。打席には5番バッター角中。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。2アウトになっています。高めのファウルボール、大きく外れてボールになります。打ちました。掴んで3アウトです。回マリーン上段になりました。6回終了、3対3、マリーンズ同点に追いつきました。これから7回、マリーンズに選手の交代がありました。7回の表、ライオンズ打順よく1番から始まります。栗山が入ります。今日はまだ当たりがありません。小宮山さん、本人は完投してやるという気持ちで投げてるんでしょうね。いや、これもね、当然ですよね。ピッチャーがマウンド上がったら先発したら最後まで、そういう思いですよね。そんな確かに気迫のこもったピッチング、期待かかりますね。アウトコースのチェンジアップ、変化球が決まりました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。見送ります。インサイド落ちました。ファウルになります。これもファウル。打ちました。これはどうか。一塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。ツーベースヒット。これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。さあ一打勝ち越しの場面、ここでライオンズ代打を送ります。バッターボックスには代打の脇屋。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。そうですね。ここで勝ち、セカンドうまくさばいて一塁送球、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。ここでクリーンアップに回ります。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、セカンドゴロに倒れています。まずは見送ります。ワンボール。取りました。しっかり捉えた。ワンバウンドヒットになった。
打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。サードランナーがホームに帰っていきました。ライオンズ勝ち越し、4対3。マリーンズもうこれ以上点はやれません。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。この終盤でリードを奪われます。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。マリーンズここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのはカルロス・ロサ。バッターボックスには4番中村。さあマウンドに上がったのはカルロス・ロサ。さあ小宮山さん、ここで変えてきましたね。まあ、これ以上点をやれないということですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。低め打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ホームへ。センター前ヒット、これでマルチヒット。西さん、このピンチどう対処していけばいいでしょうかね。何としても三振の欲しい場面です。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからベンチはどう動いてくるでしょうか。打順は5番坂田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナー三塁一塁。小宮山さん、ここでの追加点は阻止しなければなりませんよね。まあそうですね、ピッチングに集中したいですよね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。打者の内角をえぐるような投球でした。5対3。マリーンズなおも三塁一塁のピンチ。ここはうまく打ち返されました。得点を許しています。終盤で大きな追加点を奪われました。さあここでライオンズダイソーを送ります。熊代がファーストランナーに入ります。打順は6番ランサム。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。いいコースですが外れています。外高め決まってストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。変化球打っていった、ファウルボール。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ツーアウトになっています。バッターボックスには7番秋山。先ほどの打席で逆転となるスリーランホームランを放っています。ライオンズこの回7人目のバッターになります。
小宮山さん、ここでの追加点は阻止しなければなりませんよね。これ以上離されると辛いですから、絶対点はやれないですね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。いい当たり、一塁線抜けた、ライン際入った、ファーストランナーセカンドがパスを蹴った、サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは二塁到達、ライオンズ追加点、6対3になりました。マリーンズなおも三塁二塁のピンチ。苦しい展開です。まだまだピンチは続きます。終盤で大きな追加点を奪われました。バッターボックスは8番住谷。マリーンズこの回追加点を許しています。初球変化球にタイミングが合いませんでした。バットを出していきます。ここはあっという間に追い込んでいます。点を与えるわけにはいかなかったんですが、ここも抑えきれず得点を許しました。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。バッターは9番鬼崎。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。際どいところ、これはボールになります。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。カウントになっています。引っ張った、これはどうか、一塁線落ちてフェア、一塁蹴って二塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、ライオンズ1点追加します。9対3、マリーンズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター栗山、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ライオンズこの回は打者一巡の猛攻となっています。今日は先発全員にヒットが出ています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。変化球、これは空振りです。ノーボールツーストライクです。ここは空振りで三振を取ります。スリーアウト、チェンジ。
しかしこの回西武ライオンズ貴重な得点が入りました。9対3、ライオンズが勝ち越しています。7回の裏、ライオンズに選手の交代がありました。マリーンズラッキーセブンの攻撃になります。バッターボックスには6番ブラゼン。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。西さん、まだ3回ありますんで1点でも多く返しておきたいところですよね。いや、もちろんですね。この辺でね、弱気になったらいけないですよ。最後まで諦めたらいけないです。そうですね、奮起に期待したいですよね。7番バッター鈴木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、アウト、ツーアウト。バッターボックス里崎、ツーアウトランナーありません。この回のマリーンズ打線ですが、2球でツーアウト、淡白な攻撃となっています。簡単に打ってしまいましたね。空振りになります。チェンジアップは入りません。低め決まってストライク、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回マリーンズ三者凡退です。7回終わって9対3、ライオンズ大量リードしています。さあ、交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。から8回ライオンズの攻撃です。そしてマリーンズはこの回からピッチャーが変わります。背番号18、藤岡がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。バッターは守備交代から起用されている金子。さあ、マウンドを任されたのは藤岡。最初は変化球できました。大きく外れました。ボール先行です。見送っています。ストライクが入りません。いきなりフォアボールでランナーを出しています。ノーアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。今日は守備で交代してそのまま出場している長江。長江、背番号59。
フォアボールのランナーが出ています。初球から行きました。胸元へ持ってきました。ストライクです。ノーボールツーストライク。三振になります。まず一つアウトを取りました。4番バッター中村、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁です。いいとこ投げてきますね。外へ、あっという間にツーストライクです。アウトコース外れました。低めの際どいところですが外れています。変化球で空振りを取ります。2アウトになりました。今日はダイソーで途中出場の熊代。2アウトランナー1塁です。初球空振りです。になります。ノーボールツーストライクです。これはバットです。三振です。スリーアウトチェンジ。今のは手が出なかったような感じですよね。ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。9対3ライオンズ大量リードしています。8回の裏に入りました。追いかけるマリーンズの攻撃。打席には9番バッター岡田。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。緩いボール決まっています。胸元へ決めてきました。ストライクです。ノーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って荻野、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球変化球空振りです。切れていきます。ファウル打ちました。これはどうだ。レフト前ヒットになります。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。今日は守備で交代してそのまま出場しているクルーズ。ヒットでランナーを一塁に置いています。
インコースストライク。ワンボールツーストライクです。ボールになります。3番バッター井口、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナー3塁1塁に変わっています。インサイド空振り。あっという間に2ストライクです。打ちました。三遊間抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。バッターランナーは三塁まで進みました。マリーンズ2点返しました。9対5、マリーンズなおもチャンスです。バッターボックスは4番今江。初球空振りです。この球は外れています。インサイド落ちました。一塁塁間を破る。サードランナーホームイン。マリーンズさらに1点返しました。9対6になりました。マリーンズ3点差まで追い上げました。これ難しいボールなんですけどもね、執念で持っていきましたね。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。ライオンズここでピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でコールされたのはウィリアムズ。さあ繋いでチャンスをつかもうかという場面。ここはマリーンズもちろんこの人を送ってきます。バッターボックスには代打のフーラ。さあマウンドに上がったのはウィリアムス。打ちました。痛烈な打球、高く上がった。この当たりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。見事なツーベースヒット、見事起用に応えました。ワンアウトランナー三塁二塁。さあここでマリーンズダイソーを送ります。石峰がセカンドランナーに入ります。6番バッターブラゼル。
今日はまだ当たりがありません。マリーンズこの回7人目のバッターになります。西さん、なんとか追いつきたいですね。もうチャンスもね、そう何度もありませんからね、ここからつなぎたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。さあここはストレートで力勝負となっていくんでしょうか。最後は狙われていたでしょうか。空振り三振です。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。バッターボックスは7番鈴木。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナー二塁三塁です。西さん、終盤大事な場面になってきましたね。やっぱり少しでもね、望みをつなぐために得点したいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。変化球にバットが空を切ります。いっぱいに決まりました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。最後はピッチャーの得意球で三振を喫しました。しかしこの回マリーンズ点差を縮めていきます。8回終わって9対6、マリーンズが追い上げています。9回の表、ライオンズの攻撃。バッターは守備交代から起用されている渡辺。小宮山さん、今日はエースが誤算でした。いかがでしょう。いや、これはね、もう本当にベンチとするとちょっと痛いですね。そうですよね。鋭くついてきました。変化球タイミング合いません。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。三振です。ワンアウトです。ご覧いただきましょう、最後は得意のボールで空振り三振です。バッターボックス秋山、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。ノーボール2ストライクです。外れてボール。
今ブルペンが映りましたが、まあそうですね、当然最後はこの人で締めてくるでしょう。ご覧いただきましょう。最後は得意のボールで見逃し三振を奪いました。打席には1番バッター炭谷、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。アウトコース空振りです。引っ張った。しかしサードライナー。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。9対6ライオンズがリードしています。交代を告げられリリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。マリーンズ最後の攻撃になります。そしてライオンズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。打順は8番里崎。西さん、同点逆転に持ち込むためにはベンチも総力を上げる必要がありますよね。いや本当ですね、ベンチにいる一人一人ね、選手が出るつもりで準備してほしいですね。はい、そのあたりのベンチワークも注目しましょう。2球目打ちました。アウト、ワンアウトです。打順は9番岡田。まずはワンアウトを取っています。さあ守護神マリーンズ打線の前に立ちはだかります。まあピッチャーがいいですからね、どう攻略するかですよね。そうですね、簡単には打たせてくれない相手なんですが、なんとか意地を見せたい。打ちました。ヒットになった。これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター荻野、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。1球目狙っていって当たりません。2球目打ちました。ショートうまくさばいて2塁送球、2塁アウト。ツーアウトランナー1塁と変わります。今日は守備で交代してそのまま出場しているクルーズ、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。最初は変化球できました。アウトロー見送ってボール、ボール先行です。アウトコースは外れます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。
これでフルカウント、ランナーは自動的にスタートを切ります。3番井口、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。初球フルスイングですが空振りです。インコースの変化球見ています。狙っていきたい。低め打った、セカンドが抑えた、アウト。これでスリーアウト、3点差守りきり試合終了です。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。小宮山さん、エースの先発だったんですが、残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。まあどうなんでしょうね、かなりがっかりするような内容なので何とも言えないんですけども、次に期待したいですね。そうですね、期待しましょう。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで QVC マリンフィールドから失礼いたします。